十月十日木曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。アップおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。 日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です玄関出たらさすがにひんやりしているんでんジャケットを着て出てきました、はい、久しぶりになんかスタジオの中でジャケット着てるなという感じそうですよね,ね、うん、現在日本放送屋上の時計は16.3度差していますまあ昨日は結構ね気温も昼間上がって暑かったなという感じなんですが、はいえー、そんな中私あの静岡までちょっと足を伸ばしまして<っ>はい あのラグビーワールドカップ今開催中ですけれどもそのおスコットランドとロシアの試合っていうのの,のチケットが取れたんでですね、えー、行ってきました行きましたかああかったねそういう意味でも <laughs> 試合内容もさ前半でもうお3つのトライかな、うん、で前半20分ぐらいで3トライが出てもうなんかスコットランドやりたい放題みたいなもう容赦なしでしたよね <laughs> 無慈悲だったねだって最後の最後さ、うん、80分超えてラストワンプレーってところでもう トライを狙いにいったからね決めてきましたねキックで出せよとか思いながらさすがにちょっとロシアのファンからブーイングが出るぐらいそうでしたかしかし見てるとねビールがうたさやはりに暑かったしさ本当にガブガブ飲むんだなと本当になんか両脇にさロコロコ抱えて一人で席に戻っていくんだなとか。 <laughs> ほなあの列でさ売店で並んでてもなかなか進まないの。<ー>というのは、うん、あのみんな5個とか6個とか頼むから一 <laughs> 人頭結構買うんですねでも見てるとさ<ー>生サーバーではなく、うん、その缶ビールを移し替えてるの<ー>ですると人海戦術でさいけすみたいなところに氷水で冷やすじゃん<ー>大体、はい、出店で,であのビール何個とか頼まれるとみんなあのその水の中からバシャって上げてドボ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 ってはっは 入れてで1つ2つ3つってできあの作っていくっていうですねうん、うん、いや時間かかんなおいこれみたいな感じいや,ーいやーすごかったねしかしね帰りの電車の混雑もすごかったっすあそうですよね、うんえーあのー、4歳半になる息子を連れて行ったんですけれども<え>後半の最後5分で寝たんだよ<え>寝,寝ちゃいました,寝たと <laughs> 寝ると何が起こるかというとですね、えー完全に 歩くことはできませんから、うん、自分でその15キロほどのですね、ええ、息子をですね抱っこするわけです<う>でその息子の荷物も含めて全部自分で抱えるわけです、ええ、で他に助けてくれる人がいないからそこからスタジアムから15分以上かけて歩く、うん、でえ行った先の駅では入場規制してるんで待つ、うん、で待った先でですね、はい、エレベーターは使えません混雑でなんて言って、うん、延々と階段を上り下りする、うん、で来た電車は 激み,みたいな、ね、帰りの新幹線まで激ゴミでしたね<ー>すごかったですね,ねやっぱりね熱量すごいですよね熱量もすごかった <laughs> もう今日全身筋肉それで会社あの帰りの電車の中で、うん、さらに熱いニュースが飛び込んできたのが、えー、ノーベル化学賞の、ねはい、吉野さんが取ったという,う、ね、あの後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、えー、この吉野さんと電話をつないでですね、えーえー、生のその喜びの声というのも聞いていただこうと思っております Oh, <laughs> さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ超感覚紙、まあ今日は当然といえば当然ですがノーベル化学賞の吉野明さん、えー、この方のことが一面トップ。まあトップから大展開各紙をしますよね。えー、今日は六紙すべてがこの吉野さんのお話をお書いております。まああのこれについてというのはね、後ほどまたあの会見の様子などもおし十分ごろのおはようニュースネットワークのゾーンでも触れますし、そして七時四十分。 10分過ぎのスクープアップのゾーンでは電話を生で吉野さんとつなぎましてそのお気持ちであったりとかも聞いていきたいと思います、まあ、基礎研究の大事さ、ねえー、ここのところノーベル賞を受賞される、まあ、特にこの科学関係だとか物理学関係の方々というのは皆さんおっしゃるんですけれども基礎研究がとにかく大事なんだけれども今そこにお金が入っていっていないんだということを本当、強調されますよね。まあ、その辺あのの辺文部科学省などの施策っていうのも なんか論文がいろんなところで引用されたりとか、英語の論文何個書いたかとか、そういうところで、あるいは実用化されたかみたいな研究に重きを置くような予算の付け方をしているので、地道な基礎研究っていうのが結構ないがしろにされているというようなことは指摘されているところ、まあ、これ、お金の使い方という面でも、変えていかないとイノベーションは本当は生まれないんじゃないかと、官僚の人たちが次に来るものの何が分かるんだっていうの。 ですね、結局、これある意味のばらまきをして千密、えー、とも言いますけれども千0を個ばらまいた中で三つ当たりはいい方だとその三つがこれだけ大きな成果を上げるんだとこういうようなことにはならないのか、ねえー、そういうことで言うとまた財源がーとか、えー、言い出す人たちもいっぱいいるんですが、えー、それから、ですね、あのー、有識というか心配なニュースとして一つ飛び込んできたのが、あのー、トルコとおシリアそして、えー、クルド人勢力を 巡るうところです。えー、各紙がですね、ギリギリ長官の締め切りに間に合ったという感じで国際面に、えー、差し込むような形で、えー、載せておりますけれども、えー、こちら、トルコ、シリア北部空爆読売新聞、国際面大きく出てますね、えー、武装組織拠点4か所クルド側2か所砲撃かと。えー このニュースなんですけれどももともと IS、まあえー、自称イスラム国の総討作戦でアメリカはクルド,ジクルド人勢力とともに戦っておりました。で、えー 一方でそのまあ IS 相当という意味ではシリアもやっていたんですけれどもアサド政権ただアサド政権は自分たちの領域の中でクルド人の人たちが独立されるのは困るというようなことでここは対立していたでさらにトルコもトルコ国内にトルコクルド人の方々を抱えているのでその人たちの独立運動というのは避けたいというのもあってここはあの三つどもえというとか三つ組のような形でそれぞれ対立しているというところだった。 ですが、えー、ここへ来てアメリカが手を引くということをほのめかした、えー、その瞬間にやっぱりこ勢力の空白というのは生まれないんだなとどこかが引けば必ずそこを埋めに来ると、えー、トルコは、えー、そのじゃあクルド人をの勢力を、えー、叩くことが できるというふうに判断して、北部を空爆しだした。で、それに対して、じゃクルド人はどうしたかというと、クルド人勢力は、じゃ仕方がないと。敵の敵は味方だということで、えー、シリアのアサド政権と手を結ぶんじゃないかというようなことも報道され出しました。まあ、ことほどさようにですね。えー パワーというものが引いていくというところで不安定が生まれるというのは、これ東アジアだって全く対岸の火事でも何でもないと、一言でも何でもないというところで、ま、あの、アメリカが引き気味に構えていると、北朝鮮の核ミサイルに関しても短距離だったらいいんじゃないかみたいなことをほのめかし出した瞬間から、どんどんとミサイル実験、そして核兵器の開発というのを進めているというのがこれ現状で、で、あの、 今週まさに、えー、韓国についての特集をやっていて、でパク・フィラクさんという,う韓国軍出身の専門家の方にも聞いたんですが、えー、日本、そして韓国をこの北朝鮮の核は狙ってるんじゃないかというようなことを言っていると。もうアメリカが引き出すとこうやっていろんなハレーションが起こっている。えー、今日ですね、えー、日経新聞に、えー、秋田博之さんというこの方、あのー、ボン・上田賞という、まあ、日本でかなり権威のあるうメディア関係の賞も受賞した、えー、非常に 気骨のあるです、ね、安全保障の専門の方でもあるんですけれどももう北朝鮮との間というのは新しいフェーズに入ってしまったとこれを何とか抑止していかなきゃなんないけれども日本は。 条件ののつけなななないいいい対話というのを目指しているからなかなから強く言えないとただ、核が現実に日本を向いてきてしかもミサイルの能力も向上しているということまで合わせて考えると核の封じ込めというのを真剣に取り組まなければならないと重い制裁であったりとかで安全保障という面を考えるとこれあのそこの部分ではアメリカをなんとか引っ張り込んでそして日米韓というのも考えていかなきゃ いいいいけななななんじゃないかととううよこにまああのねすもちろん国民感情として韓国との間っていうのはわだかまりがものすごくあるということもあるんですが一方でリアリズムで考えると北朝鮮や中国っていう脅威の中で我々の生存を確保するためにどうすればいいのかと嫌いなやつとこれ血の涙を流しながらでも手を組むことが必要になってくるそうじゃなかったら 日本まで、えー、中国や北朝鮮と同じレジームに巻き込まれてしまうということも、これ考えていかなきゃなんないと。いや、ほんと歯ぎしりするような東アジア展開なんですが、えー、そこの中でどうやって守るか。日本独自で守るんだったらコストもいるし憲法だって改正しなきゃなんない。そこまで考えていかなきゃなんないというところに来ているんじゃないかと思います。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずは台風19号、それからノーベル科学賞、関西電力近品需要問題、教員の間のいじめ、そして7時40分過ぎのコーナーでは、このノーベル科学賞吉野明さんと電話をつなぎます。さらに消費増税についても時間があれば、飯田さんに聞いていきたいと思います。 私、先週金曜から7日月曜日まで韓国ソウルに行きまして、日本で伝えられている韓国について、どこまでが本当で、どこまでが誤解なのかを取材してまいりました。え昨日に引き続いて、韓国経済が今日のテーマです。お話を伺ったのは、日経メディア産業タイムズソウル支局長、オム・ジェハンさん。えまずはあ、いわゆる徴用工裁判でに、韓国にある日本企業に関してえ、差し押さえ、そして競売などの動きが出てきていると。まあ、韓国 韓国にいる日本企業はどう感じているのか聞きましたえと私もですね、この韓国にいらっしゃる日系企業の皆さんと、はい、月あの山登りをするんですね、そ,でその中で、ま、大手自動車メーカーのあー県地法人の副社長ですとか、エ、はい、レクトロニクス関係のですね、建地法人の代表ですとか、はい、よく山登りしますけれども、つ、ま、い最近聞いたところでは、自動車はかなりね、うん、販売量が。 台数が減ってきてて、きかなりというよりか、まあ6割、6割以上減ってきてて、ですね<ー>その副社長いわくは、ですね自動車はですね、はい、もう月で数億円の世界ですから、うん、大変だと。で一方で、韓国政府もですねその自動車メーカーの現地法人の従業員、はい、これ、韓国人ですよと、<ー>そういった韓国人の若者もね、これ以上、新しい採用ばかりが、うん まあちょっと解雇しなければならないこともあるので,です、ね、んぜひ、両国がちゃんとした経済の現場の話を聞いてほしいというふうにです,、ね、すごく嘆,嘆いてましたねうんこうかなり政治が入ってきて経済の面が相当これだから混乱しているということになりますか。 ですねまあ、私もソウル支局で二十数年間いますけれども、はい、その間、日韓関係って、まあ、いつもぎくしゃくしました、うん、それでもその経済、はい、この産業部門ではです、ね、お互い仲良く、しかも奥深く経済関係を築いてきたんですね。しかしか この7月1日からですね、ええ、そのようなニュースが飛び込んできて、実際に8月から発動されて、はい、そのいわゆる輸出規制の厳格化がですね、実際になった時にですね、うんうん、お互いに、はい、どこを見ても、いわゆる日本メーカーの現地法人、韓国のみんなに聞いてもですね、うん、あの実は大変だと。うん ムン・ジェイン政権は、まあ、彼らからすると留院は下がったのかもしれないですけれどもそれがまあその経済にかなり効いてきているというような話、うんまあ、自分たちの雇用にも返ってきて公約を達成できないというところなんですけどオウムさんも昨日言ってましたけれども経済音痴のムン政権だとそこまで考えてなかったんだろうなというような感じもあります。さあそししててて今後のの日韓の経済関係についいいどうなっていくべきか伺いました 未来像というか理想的にはですね、えー、さらに奥深くいくべきだと思いますし、実際的にはですね、特に半導体関連についてはですね、はい、緊密した連携、協力関係を、うん、持続していかざるを得ないのがですね、うん、両国の はい、半導体産業の構図なんですうん、うん、でこの半導体だとすれば、ですねディスプレイ、うん、さらには AI、うんうん、さらには IoT、はい、さらにはですね第4次産業革命まで、はい、日韓はですね非常に奥深く、離れては離れられない関係にあるんです、今も、これからも、そのような構図で行かざるを得ないと私は思いますね。うんうん あともう1つだけ、あのー、こうシャイジャパンって言葉を聞いたんですよあのボイコットジャパンをやっている最中なんだけど、あのー、例えばユニクロにお店に行くのはちょっとあのいろいろな面もあってなかなか難しいとで、えー、スマホでポチッとやればユニクロの商品来るからあのそっちであのなので日本の企業もそんなに売り上げ減ってないんじゃないかみたいなことを指摘する人もいましたけどシャイジャパンって実際にはいると思いますおさん、うん まさにそれはその通りですね。じゃあまずね。 僕もあのメンドンに行って、<ー>ユニクロの一番店舗に行きましたけれども、<ー>ほとんど韓国の若者は見えませんでしたねあやっぱお店にはいないなで,、ねえー、でもね、その後聞いたら、いろんな、まあ、僕の姪とか老いとかに聞いたら、ですねまさにそのサイ・ジャパンなのか、ですね、はい、あのいやいや、別に最近、もう簡単にそのネットでね、はい、あの買えますから、うん、そういうことではないですよと、うん、日本のものはもう優れててですね。 ね、その非常にこうものとして価値があるということはあるから、ですねそれをずっと続けて買わないとかにはいかないと言っているんです。 まあ一方でオンワードみたいにね、えー、韓国から撤退というところもあるんで、うん、店舗型でやってるところは厳しいのかもしれないとあ<ー>まあユニクロなんかももうネットにシフトしてるっていうところがあるかもしれないですねえー、日経メディア産業タイムソウル支局長オム・ジェハンさんに韓国経済について伺ってきました明日のモーニングライフアップは国民大学のパクフィラク政治大学国民大学政治大学院教授に安全保障について再び伺っていこうと思います あなたの声を届けますリスナーズオピニオン台風19号接近中様々メールが届いております、はいえー、こちらはですね三橋のマイケルさん週末の台風に備えて庭の片付け防災バッグの点検水の買い出し携帯バッテリーの充電しっかりやりたいですと、えー、今日のうちにね天気がいいうちに浜市さんは横浜あ緑区の方、えー、週末韓国旅行をする予定だった私の息子は <laughs> 台風による欠航を懸念し早々にキャンセルしたようです、うん まあそういう情報もどんどん出てくるでしょうね、うん、さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします自衛隊体操の方をしげしげとご覧になってますね <laughs> そうですね私、えー 今月からちょっと筋トレ月間に入ったんで。なるほど。いいね、そう。いろんな、こう、メソッドを試して。そうですね。え、ちょっと頑張ってみたいと思います。<laughs> はい、今日もよろ,いいよろしくお願いします。よろしくお願いします。声も違う。<laughs> 改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。 あなたと一緒にニュースを考える、飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。台風19号、12日に接近上陸の可能性。気象庁が警戒呼びかけ。 大型で猛烈な台風19号は今日6時の時点で伊予島の南南西およそ290キロの海上にあって1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます中心の気圧は915ヘクトパスカル中心付近の最大風速は55メートル最大瞬間風速は75メートルで中心から半径240キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっていますまた中心の東側750キロ

かなりの大雨ということであの住居が被災されている方々については大雨とその後の台風の接近に備えて難を逃れることを最優先に考えて行動していただきたいというふうに考えています。 千葉県は発生から、ね、あの台風15号の被害を受けてから昨日で1か月だったんですけれども南房総の石井市長とつないだときも,もう本当に困りきっているという,ような声でしたね、うん、まだまだあのビニールシート、オブルーシートを張っている状態ですのでこれでさらに台風直撃となると、はい、被害の拡大も予想されるわけですね。えー、でこれ東京都内、はい が典型だと思うんですけれども、うん、この土日一番気をつけなければならないのは、はい、普段通りの生活をしようと思うんじゃないと。で、えー、それこそですね、えーま、例えば私自身今年はずいぶんと台風直撃の場所にたまたまいることが多かったんですけれども、はいえー、その時もやはり予防的に避難すると。はい、そして、えーま 台風が接近してるっていう段階でその一番まあ中心になる日時については、はい、まあ普通の生活は無理なんだから、うん、例えばおとなしく安全なところでゆっくりと過ごすであるとか、はい。そういった予防的な避難っていうのも十分考えておくべき局面だと思うんですね、うん、でくれぐれも十二、まあ、日十三日土日今しかも三連休なんですよね、はいえー、様々なイベントを予定されているかと思いますが今、うんまあ とりあえず中止しておきましょうよと、はいでえー、それ中止したからって、うん、家壊れたり死にはしないわけですけれどもその時まさに今不安定なと言いますか外の慣れない場所または避難所避難経路わからないところにいて直撃食らったらまさに命に関わるんだと。うんうんうん でこれ外れるとですね外れるっておかしいですけれどもえつまり運よく進路がそれるとなんだ、なんでこんなにたくさん避難させたんだ止めたんだっていうんですけれどもそれやっとかないと本当にまあ直撃被害が出る災害クラスの台風に対して何の備えもできないことになっちゃうんですよね、はい。 たまには、そんなこと、何もしない一日、または、近所の、と言いますか、地区の避難所っていうのが、ああ、こんな感じなんだっていうのを、 を体験してみる意味でも予防的なな避難必要な地域多いいと思います、うんうん、もうすでにねあの鉄道会社もいやひょっとしたら土日っていうのは運転間隔を調整したりとか、うん、あるいは、えー、あのもう運休するっていう可能性ありますよと、うん、今日昨日あの私新幹線に乗ったんですよあ、はい、あの掛川まで、えー、ラグビー見に行くっていうのあっもうあのずっとその電車なの電光掲示板特に帰りの電車だったんですけれども、うん、あのニュースとか流さずに赤いも 文字でずっとあのひょっとしたら運休とかの可能性もありますよとうもう今からあの計画の変更とかも考えてくださいねっていうような注意呼びかけをしてましたねそうなんですうーその日じゃなきゃならない用事って実際のところ落ち着いて考えるとんそんな多くないんですよ<ー>、えー、これがちょっと、まあ、まさに東京を特に、えー 東京はですねここのところ大規模な台風の直撃に見舞われていないんですよね、そのせいで、まあまあいけんじゃねえかと思ってしまいがちなんですが、これ、単にたまたま運河はいい年が続いただけですから、これ、別に東京に台風が来ない地理的な条件があるわけでもなんでもなく、ですね本当のたまたまなので、十分に注意必要ですよね。 日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです2019年のノーベル化学賞を日本の吉野彰さんが受賞今はっきりと吉野晃名誉ェロンの写真が映し出されました 明先生がリチウムイオン電池の実績残り3000度輝くノーベル化学賞受賞吉野晃旭化成名誉フェローが受賞ですまずは受賞が発表された瞬間の旭化成本社の様子畑中記者のリポートをお聞きいただきました スウェーデンの王立科学アカデミーは昨日、2019年のノーベル科学賞を、朝日課生名誉フェローで名城大教授の吉野明氏ら3人に授与すると発表しました。吉野氏はスマートフォンなどに広く使われるリチウムイオン電池を開発した人物、現在の情報化社会を支えるほか、地球温暖化の解決にもつながる成果が高く評価されている形となりました。それでは受賞後会見する吉野さんです。 研究者っていうのは基本的にですね、一つはやっぱり頭が柔らかくないといけないんですよね。柔軟性ですよね。で、もう一つがその、その真逆の、いわゆる執着心っていうんでしょうか。あの、しつこくしつこく最後まで、あの、諦めない。で、もう一つのファクターは必要とされるような未来が来るかどうかなんですよね。間違いなくゴールがあるんだっていうことさえ確信持てればですね、まあ少々の苦労があっても必ずやり遂げれると思うんですよね。 えー、日本人のノーベル賞受賞27人目、科学賞は8人目となります。うん、さあ、イダさん。ええー、これは解挙と。はい。うん でもこの会見コメントの中でも、はい、将来その技術が必要とされる未来が来るのか、うん、そのイメージが重要だという話、非常に、まあえー、この特にリチウムイオン電池については感じいるところがあってですね。はい、というのも、このリチウムイオン電池、皆さんあのよく使われている乾電池、これは一次電池と呼ばれるものです。はい、使ったらおしまいですよね。うん 一方で二次電池というのは繰り返し充電して使う充電して使う,う、まあ、いわばバッテリーのような使用法ができるわけなんですけれども、はいはい、こういった技術開発の当初まあ これ、えー、開発史自体も非常にエキサイティングで、どこがエキサイティングかというと、今回、受賞された吉野先生は旭化成の研究者。うん、で、えー、同様にこの業界をリードして、えー、こちらの同時受賞なんじゃないかと言われてた水島光一さん。はいはい、この方、東芝の技術者、えーえー。今回ね、一緒に受賞した <方>のそうですねグッドナイフ博士の、まあえー、助手的な仕事もされていた、えー、これとは別系統に、えー、同じくたくさんの特許を取得されてたのがソニーの西美桜さん。 ああ、この方の名前もね、出てきますね、新聞記事に。そしてその実用化いや基礎技術の段階から深く関わったのが、山陽の池田博之介さん。あ、みんな別々の企業が出てきます、ね、そうなんです。とにかく80年代の日本の企業研究。はい。その一番の、まあ、花形あ,あ<ー>今になって思うと花形あ、えー、なわけなんですけれども。えー、はい、えーま。まさにですね、日 企業の企業研究というのが世界の科学技術をリードしたそれが80年代だったんですね、はい、で、えー、ただですね、えー、その道のり決して平坦ではなくなぜかというと、はい、それ当初発売されたばかりの頃90年代の頭ですけれども。 あんまり売れなかったそうなんですね。ああ、なるほど。あのー、これ、私と同年代以上の方はご存知かと思いますが、はい、当時充電できる電池って話題になったんですよ。うん。でも、断りですが、めんどくさいってい思ってですね。<laughs> 一時充電すのが。一時充電すのが、はい、乾電池買っとけよって思って、んうんうん、まあ値段もそんなに安くなかったですし、はい。あとは、あの、うちの母親とかね、えーえー、充電池入れてたのに、それあの、うん ちちょっっとと置いといたたら捨てちゃったりねあ,<ー> <laughs> あれ高か,ったのに高かったのにみたいなでまあそういった時代を経て、はい、スマートフォンであったり、うん、または、えーまあ、ポータブルといいますかノートパソコンであったりの普及に応じてどん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 需要が高まり、はい、そして今や、うん、あ例えば燃料電池車であったり、はいえー、そして 今度は太陽光発電まあ、太陽光に限らないんですけれども、うん、自然エネルギーの発電ってそんなに出力が一定じゃないですからちゃんと貯めとく必要があるんですよね、はい、こうなってくるともはや産業にとって一番重要な基盤になりつつあると、うん、で、えーえー、正直この未来 っていうのをしっかり見据えてないと、はい、そこまでの労力と言いますか<ー>え集中力というのをかけられなかったんじゃないかあその意味で、えー、ま未来を見通す構想力でもあり、はい、そしてこんなあ今だとこのなんかあの まあ、なかなかむずノーベル賞の受賞を内容って、難しくて一般の人には分からないものが多いですみたいに言われる中、はい、うん。こも分かりやすいわか,かりやすい。確かに。ですが、うん、これが開発された当初から、そんなに花形だったわけじゃないんだよ、と。ああ<ー>。ええー、これ重要だと思います。そ,うん、その時、目先で、今、ええ、来年の利益に結びつく研究っていうのは、うんはい、今の企業もきっとやりますよ。うんうんうん。ほっといてもやる。ええー。 だってもかんですから。そうでね。でも80年代の日本企業が、ある意味で言うと、20年後、もっとかもしれないですね。30年後の今日になって、ようやくと言いますか、主役になる技術にこれだけの労力、お金、人材をかけてきたっていう、これがやはり、 当時の日本企業のすごさだったしうん、うん、現在の日本企業にないものなんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、この成功体験が今の経営者に引き継がれてるからっていうとそうじゃないわけですよね、ま、むしろですね、えー、この時の蓄積貯金があるので、はいまあ、それをいかに食い潰していくかっていう経営体制になってるんじゃないかと。自分が一期二年四とか逃げ切ればいいとそうそうそうそれには過去の研究の蓄積があるんだから、はい、まあ乗っかっときましょう。 新しい成果出るかどうかわからない30年後に役に立つ研究にお金使って、はい、自分の経営者としての評価が下がったらどうするんだと<ー>、えー、自分のの経営者としての評価そうですね、うん、でこれがですね長期的な視点のない経営というのの大きな問題なんじゃないかというふうに思ってある意味で言うと80年代の黄金期から逆勝者されるものなんじゃないかと思いますね。うんはい では二つ目こちらです。関西電力の近品受領問題、八木会長が辞任、岩根社長も辞任へ。 関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取っていた問題で、八木誠会長が問題の責任を取って昨日付で会長職を辞任しました。また、岩根茂樹社長は当面留任し、弁護士4人で新設する第三者委員会の報告後に辞任するとしております。では、関西電力八木誠会長、岩根社長の会見の声です。お客様や社会の皆様からの信頼、またお気持ちを裏切り、 多大なご迷惑をおかけしておりますこと改めて深くお詫び申し上げます信頼回復に向けた歩みを進めるためには経営責任を明確にし辞任するとの結論に至ったものであります限られた時間とはいえ職にとどまることが好ましくないことは十分自覚をしておりますしかしながらやはり私には残された責任があると思い直しました 関わってきた私に課せられた最後の責務であると考えたからです。 えー、今回の問題を受けて、八木会長が兼任する関西経済連合会の副会長職、岩根社長が兼務する電磁連の会長職もそれぞれ辞意を表明ということです。まあ,まあ、あの、まあ、遅すぎるぐらいだと思うんですけれども、ま、辞任当然、えー、ですが、その一方で、えーえー、この問題、かなり長期にわたる問題で、はい、この岩根社長、八木会長よりもその前任者、前前任者、もっと前。うん、はい。 こちらの方がですね、よほど、おいわゆる、ジュジュの金額も大きいわけです。はい。で、この、昨日の会見でも、岩根社長がですね、第三者委員会に期待するものについて、えーはい、歴史を遡った調査を。 歴史を遡った調査え言及しているんですね。で、えー、なぜ、えー、この高浜町の元助役、はいまあ、森山英治氏がここまでの金額を観電幹部に献金したのか、はいでえー、それを、まあ、かなり返還しながらも返還したらまた倍送られてくるなんていう話もあって。 <で>はい、その、まあえー、行動というのが何を意図して行われたものなのかこれをしっかり精査していかないとです、ねえー、同様の問題というのが今後起こりうる措置がある。うんうん、でさらにに言うと関連ついては、うん ちゃんとこういったもの、問題があったときに、はい、それを他の人に助けを求める。うんうん、そういった外部の、まあ、目であったり、外部への対応策っていうのを用意していなかった企業ガバナンスの甘さっていうのをしっかり認識し改善していかないといけないんじゃないかと思います。はい、続いて教えてニュースキーワードです。教員間いじめ。 神戸市立東須磨小学校の教諭4人が同僚の教員をいじめていた問題で、仁王美希校長が昨日記者会見しました。仁王校長は隠蔽の意図はなかったが、市教育委員会に中身をしっかり伝えなかったとし、私のハラスメント行為への認識が甘かったと謝罪しました。なお校長は今後加害者4人に関し、二度と子どもたちを指導させないと述べております。 えー、嫌がらせは去年から始まっていたというふうに男性教諭の家族が9月2日に市の教育委員会に相談をしていたと動画が出てきたりとかねこれもういじめっていうのをやめたほうがいいと思いますよ。暴、はいえー、暴行事件です暴行事事件件でですすさらにはですね、はい、このお 死教委であったり、または校長といったところを、ここが窓口になっていますが、はい、これ男性教諭またはその家族が死教委に相談している。この状況っていうのも非常に微妙でですね、はい。警察じゃないのと。ああ、そうですね。で、うんえー、実際にですね、えー、この学校長または死教委というのは、うんえー 司法権持ってるわけじゃないですからそうです、ね、もちろん一番最初の窓口にはなるんだと思うんですけれどもさまざま報道されているように、はい、こういった、まあ、いじめというよりむしろ暴行に近い行為が行われていたならば本当であれば警察、はい、そしてその警察による捜査というふうに進んでいくべきなんですよね。う ただ、伝統的にと言いますかまあ組織によってはその警察の介入とかまたは行政の介入というのをまあ過度に嫌うま,あまたはあの伝統的にそういった大学校であったりまあ教育委員会の自治というのに任せるべきであるという考え方まあ強い地域もあるんですけれども、え。ー 実際のところ、例えば教える内容であったり、うん、そういうものについての独立性というのはある程度必要かもしれませんが、はい、これ単なる暴力事件なわけですから、暴力事件を解決するのは警察の仕事です、日本では。うんえー、というのを、これ、 今回は男性の教員でしたけれども、はい、生徒についても同様だと思います。いじめ問題、はいえー、基本的に窓口は警察であるべきだと。えー、そして、えー、学校側としても学校長としても、はい、または教育委員会としても 逆に抱え込まず、うん、だって逮捕する権限も捜査する権限もないわけですからで身内で出世した人たちとかですねそうそうそうでまあせいぜい聞き取り調査ぐらいしかできないわけで、はい、逮捕できないんですから。うんうんうん そういった状況で、えー、まあ、こういった問題を対処する。もともと不可能なんですね。しかしですね、しかも今回の校長について、はい、今後、加害者4人に対して二度と子供たちを指導させないっていうんですけれども、じゃあこの4人ってどうするんですかねいや、そうですよね。うん、他の学校行ってまたそのまま教えるのかっていうことになるとね、そ,<う>いやそもそもとして、この認識のままで子供と対処してたら、今度ターゲットが子供もなのかとか思うと。そうなんです。 親としては、いや、まっぴらごめんだって話で、早く首にしろっていうふうにも思います。いや、本当にね、こういった問題について、えー、正直、まあちょっと別件ではあるんですけれども、えー、神戸市では市長が、かなり強く組体操を、はい。事故起きすぎだと。ええ、はい。やめるべきだと。うん、えー。で、ちょっと関西エリアの、お、組体操のピラミッドですね。はい。これあの、関東だと、そん、まあ、関東でもやってるとかありますけど、あの、えー、そんな、 県によっては高くならないんですが、ちょっと関西はかなり高い、はいえー、4段、5段、もっとみたいなのをやってる学校があると、はい、それをすぐやめるようにって、えー、ぜひ今年こそ中断するようにって、市長が何回も訴えかけたけれども、うん、断行して、け、え、が、ー、人51ですよ。っていうのありましたね。 ちょっとですね、この、えー、ま、別に神戸、えー、または兵庫県に限ったことではないんですが、はい、この学校の自治ガバナンスっていうものについて、うん、ちょっと我々は考え直さなきゃいけない、えー、時期に来てるんじゃないか。子供の安全であり、はい、え教員の職場環境を整備するためにも、うん、ちょっと一回ね、えま、外部の目、えー、外部の手というのをどう使っていくか、決めていく時期にあるんじゃないですかね。うん え今日のキーワード教員間いじめでした。さあメールやツイッター様々いただいております。このね、えーうん、教員間のまあいじめというかもう障害の問題と。うん ここういうよういいよなところはたたくさんいただきますね、えーえー、早くクビにしろという意見もあります、えー、レーベンさん、今日、銀会いじめそれはいじめは子どもだけの問題じゃないと、うん、社会に必ず存在するいじめや暴力これに対するためには何が必要なのか、うん、社会はいじめた側に問題を追及しがちだけれども、えー、受ける側にも強くなってほしいと思う、うん、外交も同じだとそのためのこうツールとして、うん、まあ一つ、貢献力というか警察というのは、うん、あるかもしれないですね。そうですねあのただ やはり同じくツイッターで指摘あったように、うん、警察、そういう案件積極的に動いてくれなそうだよね、確かにねその通りで先ほどはどちらかというと教育界の問題、はい、指摘しましたけれども、うん、警察側もそんなちっちゃい事件扱えないようだと結局、まあ、外の目っていうのが入ってこないわけですよね。ですからこれ警察もそうですし、はい、あとはあ、まあ、いわゆる労働基準監督署を、うん 党の労働関係部局いくつも複数窓口っていうのを準備していくことが必要じゃないでしょうか。 さあこの時間はですね、えー、ノーベル化学賞を受賞されました吉野晃先生、えー、名城大教授、そして旭化成のフェローとおーに、名誉フェローかにお話を伺うところなんですけれども、お今あ、まだスタンバイされていないというところです。うん、まあいろんな各社がね、まだ順番待ちしてインタビューというところなんで、さすがにあの選挙特番のようにですね、はい、時間きっちりはいいニュースですからメールもたくさん いただきましたのでここでご紹介しておきましょう、えー、松戸市の35歳の会社員の女性の方ナナさんえおはようございますノーベル化学賞吉野さん素晴らしいですねリチウムイオン電池すでに世の中ではなくてはならないものになっているほど、うん、世界を変えるような発明をしたんですから受賞当然だと思いますと それからラジオネームすみれさんは練馬区から、ノーベル賞久しぶりにいいニュースですね。最近あんまりいいニュースなくて増税もされて気分が悪い時ですから、本当に良かったですね。といただきました。いつもはツイッターさん、こちら中区の方も久々に明るいニュース、これからも続くことを願います。というふうにもいただいております。 さあ,あ、それではですね、えー、整ったようです。ここで、旭化成名誉フェローで、名城大学教授、吉野明さんにお話を伺いたいと思います。吉野さん、おはようございます。おはようございます。あ、お、はようございます。お,お,ますおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。あら、声も弾んでらっしゃいますね、やっぱり。<laughs> これ、どうですか昨日、どういったお祝いされたんですかいや、昨日はね、あのー、ええへへ発表の後、もういろんな取材とか、あのー、 ございましてね、もう本当、夜の遅くまでバタバタしておりました。夜遅くまでニュース番組ってこの国ありますもんね。寝られました?。あ、いや、あの、まあ、夜一時半ごろ。に入ってあとはもうぐっすいバタンキューでした。すみません。それなのに、朝早くから叩き起こして、本当にすみません。今のお気持ちいかがですか?。うん。 やっぱあの一夜明けましてね、はい、やっぱりあの、ままあ、ホテルの部屋にあのいろんな新聞を置いていた,<ー>いただいてましてね、各社とも一面でこう、はい、取り上げていただいてまして、はい、ああ、やっぱりあ本物だっていう、そういう実感をやっと感じましたやっぱ実感ってじわじわ来るもんですか、こういうのは。 でしょうね。やっぱりあの昨日はね、まあ発表以降、まあバタバタバタとしてね、ええ、なかなかこうあ実感っていうのをなかなか感じなかったんです。一夜明けたらやっぱり、ええ、だんだんと実感しましたね。はい、偉いことになりました。偉いことになりました。<laughs> <laughs> さあスタジオには明治大学准教授経済学者飯田康幸さんもいらっしゃいます。あ、はい明治大学の飯田でございます。えー、この度は本当におえー、おめでとうございます。はい ありがとうございますこのリチウムイオン電池、または80年代の二次電池の開発史を振り返りますと、東芝の水島さん、ソニーの日産山陽の池田さんと、まさに日本企業の企業内の研究所がリードした、そういった側面があるかと思うんですが、80年代の 企業の研究開発部門、えー、当時の日本企業、はい、どんなあ雰囲気でしたか、うん、やっぱり、あのー、なんて言うんでしょうかね、ちょうどあの時代の変わり目点でしょうかね、あのーまあ、企業の中の研究をやするときにですね、うんい、いわゆる今でいう、いわゆる機能性材料ですとかね、あの従来の,その汎用的な材料じゃなくてね、うん、やっぱり機能を持った材料の。 研究をやっていいいいいかないといけないねととけねそういう時期です,よ、ね、ですから、はい、ある意味こう非常に新しいものに対して研究がやりやすい時期だったような気がしますうんそして、まあ、今やこのリチウムイオン電池あらゆる製品にとってその動作の基礎、はいはい、動力の基礎を支えているわけなんですが、はい、ただ、はい、近年あの日本企業の優位性が失われてきたんじゃないかというふうに言われています。ええええ ええええ、今後、この日本企業がです、ねえー、技術の面、またはあ、まあ、業績の面でも盛り返していくために、今後、企業の研究っていうのには何が必要だと思われますか確かに、あのまあ、過去の例で言いますとね、テレビですとかね、うん、そういった製品というのは、ええ、まあ一時は世界を制覇していたんですけども、もう今、かなり衰退してきてますよね。うんうん そ,そういう面は確かにその通りなんですけれどもね、あのそ,そ,れにそういうような製品に入れてる、中に入れてる基幹材料、もしくは基幹部品ですよね。 いわゆる川上、えー、製品ですよね、これはね、日本、ものすごく強いでしょ、今でも、確かに今はねス、スマホっていうのは日本ではもう GCS ほとんど作ってないんだけれども、うんはい、その中に入ってるのは、部品、材料はもう、うん、ほとんど日本勢ですよね、うんうん、ですから、ちょっと目立たないところで今、実は非常に検討してると思うんです、うん、川上の部分ではですね。うんうん でそれを理想的にするには、ですね、今度はもう一つ、本当の意味は川下で、また日本で大きな産業が必要だと思うんですよね。残念ながら、あの川下っては日本、比較的苦手にしてますんでね、<ー>まあよく言われるガーファー的なね、はい、ああいうような企業がね、うん日本で一社でもいればね、日本強くなるんですけどね、と思います。はい ある意味で言うと、川上技術、そこまで優位性持ってるのに、それを上手に最終製品として、えー、提供できてないところっていうのが、まあ、重要なあ、まあ、今後の課題になるということだと思います、ねえーまあ、理想はね、川上と川下、両方される、えー、これはもう国としては一番理想的な姿だと思うんですけどねなるほど、わかりました。 はいどうもありがとうございました、はい、し朝日化成名誉フェローで名城大教授吉野晃さんにお話を伺いました、えー、では続いて、えー、スクープアップのゾーンに行きたいと思いますでは参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップ <laughs> 安倍総理消費増税について大きな駆け込み需要は見られないと述べる 総理は昨日の参議院本会議で今,日今回の消費増税について2014年のような大きな駆け込み需要は見られないと発言しました補正,予算に編成に補正予算の編成については現段階において具体的に想定はしていないが下振れリスクが顕在化する場合には躊躇なく万全の対策を講じると述べております、うんえー、大塚晃平さん国民民主党に対する答弁と駆け込み需要がないと っこれいいことなのかってい、ねうん、駆け込み需要はない割に一部小売店を、ええ、の話を聞くと、はい、反動の需要減はあるみたいなので。ですよね。反動って言わないか。単なる, <laughs> 単なる需要減というか。増税後の需要減はあるみたいなので。はい、えー、これがまあ,あいわゆる今後の景気の落ち込みにつながらないってことはまああり得ないとい。あり得ない、うん、です、えー。で、すから補正予算については、えええー、現時点からばん 安全の体制で即出せるようにもう編成しておかないといけないと思いますさらに言うと今後ですね<ー>、えー、6月にいわゆるポイント還元セール系が切れる、はい、そしてオリンピックが終わる、うん、ある意味で言うとどこが一番のお、まあ、崖になるかわからない状況が1年ぐらい続くんですね。はい、ですからあ この補正予算の展開、または来年度予算について、いつでもすぐに、実は財政って、すぐに出すのが難しいっていうのが一番の欠点なんですよ。はい。即応性がないんです。ですが、今回の場合はこの即応性っていうのを担保した。 保った対策、ずっと準備しておかないといけないと、で実際、ですね共同通信の消費増税後の日本経済の先行きについて、はいえー、不安、ある程度不安が70%超え。う そりゃそう、でしょうお、うん、ととい、ね、だったかな、発表された景気落ちや調査でも、うんね、先行きの方は相当まずい数字というか、9月の時点の数字です,かそうなんですね。で、うん、まさにですね、日本を取り巻く国際的な経済環境、これは日本政府とか、日本企業の力ではどうしようもないんですけれども、周りが悪いんですよ、うん、どうも。うん、っていう状態なので、はいえー、本来であれば、まあ、これはもう、 返す返すも、うん、残念ですが消費増税したこと自体が間違い、はい、でさらにもうやっちゃったもは、うんは今度はどうやって財政出動で支えるか、はい、で財政出動をする時は単にある年ボーンって出して、うん、来年はもうやらないではなくて、はい、複数年にわたって継続的に需要を支えるっていうその金融政策も先行きに対する予想形成が重要だった。はい 財政も今後もしっかりあるよっていう予想う期待が重要なんだっていう視点であ、はい、まあやっていただきたいですよね確かに期待に働きかけるって金融政策のところではやたらと言われてましたけど、うん、本来はそうですよね。財政も同じなんですよね同じ経済だし同じお金使ってるんだから、うん。ただ財政についてはその予算の単年度主義っていうのの縛りがあってまあ あまり大っぴらには言ってこなかったんですけれども、えー、しっかりとですね、はいえー、これは例えば、仮にですけれども、えー、現在の安倍政権だけではなく、例えば自民党の中で了承を取って、自民党が中心になった政権が続く限り、うこういう政策をしますよ、必ずと。はい、で一方、それに対する野党側も、例えば、あえー、 まあその野党の各党の中でうちが政権を取った暁にはこういった財政政策経路を単年の予算という意味ではなくて維持しますよとえそういったことをしっかり財政の,なんかの増税合戦とか増税反対合戦とかではなくお金をこれにうちは使うとで継続的に使う。 ってい確かにあの三党合意に関しては、うん、こ,のとここで増税するみたいなあの逆の意味でこう期待に与えかけるみたいなことは全部あの決まってます決まってますって言って取る方ばっかりあるけど、うん、使う方だってそうやってお前ら約束してくれよっていう、ね、そうそうそうかつてはですねいわゆる全国総合開発計画、はい、これあの、まあ、悪いところも結構あるんですけれども、えー、しっかりとインフラの整備について長期計画を立てて、うん 実行されていた、うんはい、そういった面っていうのは一部やっぱり、えー、復活させていくまた見直していく必要あるんじゃないかと思いますね、えー、スクープアップは消費増税足元の経済そしてその先というお話でした。